12月20日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反発しています。今日の前引けは77円90銭高の 27,315 円54銭となりました。トピックス東証株価指数も 7.80 ポイント高、 JPX 日経400 79.58 ポイント高とそれぞれ上昇しています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 63% 1152銘柄、これに対して値下がりが 32% の590銘柄、変わらずが約 5% 95銘柄という構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。商いは低水準です。前引け段階での東証プライム市場売買高が4億6700万株余り、4億株台です。売買代金1兆1855億円、こちらは1兆1000億円台ということで、前引けとなりました。このまま5番も推移すれば1日として2兆円台前半と2兆2、3000億というところでありますから、商いとしてはかなりいい、最近としても少なめというレベルです。今日は朝方から買い注文先行しました。朝方の日経平均は小幅に下げる場面も見られました。昨日のニューヨーク市場が下落したといった流れを受けて小幅下げる場面も見られましたが、その後は徐々に買い注文が優勢となりました。日経平均株価昨日まで3営業日で合計900円以上下げたということを受けまして、値頃間からの自立反発狙いの買いが徐々に優勢となってきました。為替相場が円安ドル高の流れとなったことも輸出関連株中心に買い安心感につながり、日経平均株価取引時間中には上昇幅が100円を超える場面も見られました。ただ日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えまして、積極的な売買は限られておりまして、商いが少ない中で小口の買いが優勢となったという今日の前場の動きであります。今日のお昼休み時間中にも発表されると見られております日銀の金融政策決定会合の結果発表などを受けまして、5番にどういった展開になるかというところが注目されます。そういった中で上昇した銘柄としましては、昨日に続いて今日も銀行株が全体的に堅調でした。大手の一角三井住友フィナンシャルグループ8316は年初来高値を更新しています。政府と日銀によりますアコード、いわゆる共同声明の修正があるのではないかと、来年にもあるのではないかといった観測から、今後の金利上昇などを見越した見直し買いがこのところ銀行株に流入しているという展開であります。逆に軟調な銘柄としましては、リクルートホールディングス6098が前引けは小幅に下げて終わっています。アメリカの景気の先行きに対する警戒感などから、今後の業績への影響が懸念されているといった見方があり、海外投資家などの売り注文が出ているという観測もあります。以上、今日前引けの模様東証アローズからお伝えしました。